せーの、こちらのレザーヒロミ、はい、今日はね、ヒロミはちょっとまああんまりね、ちょっと探したんだけど、なかなか見つかってないからね、うん、でもほら、さっきタクやったからね、まあビーズのね、30周年のね、1988から2018のエキシビジョンですね、ビーズのね。これは何が映ってるのね、いろいろ、30周年の時にいっぱいいろいろやったからね、その時の売ったものとか、じゃない、本人たちの衣装とかね、結構レアじゃない、それも。これ結構、まあ、多分みんな見慣れた格好じゃない、うんうんうん、これは、うん、今 ね、近いよね、最近ね、ロン毛とか最近見ないかも、うん、若い時の人は見たかもしれないけど、そうね、今そのロン毛っていう感じがないからね、うん、これ欲しいな、これ着るこの衣装ね、これ出して欲しいね、これでさ、かっこいい衣装欲しいね、ね、この衣装、うん、多いね、89年か若いな、はずちゃんね、はずが死んじゃってるかな、89年死んでんな、いないな、まだ、ああ、タックのさ、ギターもすごいよね、すごいね、こんなにあるんだって、今、この時代で、うん、すごいね、すごいすごい、ギターが一個一個に高いらしいからね、安いもんマジで言おう、タックは安いんだけど、うちらは高いから、そう、あの、これ欲しい、この水のさ、91にあったさ、うん、このジャケット欲しい、ここあー、いいね、こっちの方が、うん、かっこいいね、なんかあの昔の方がさ、いい出て返すの、今の時代は、ね、でも、井山さんのね、やっぱね、こうやって楽曲もさ、95年でさ、こんなにやってるのね、アップデートで、うん、こういう風に、すごいね、マコーリングだ、ネイザーもラス、町田であのサードのさ、泉さんがさ、うん、作曲手がけた時の、あの見たけど、うん、でもみんなアフレコしてんだね、うんうんうん、ここをこうしたいってさ、うんうん、イメージがここが結構みんな有名かな、1999年のファイヤーボールドのさ、その時代懐かしいね、うんうんうん、いいね、ワイヤーボールね、別のディスカーが結構、うん、何かあったんだ、93年かな、何やったじゃん、いや、うん、ここは飛ばしてみたい、若干いっぱいでファイヤーボールが結構有名だったよ、97年、ファイヤーボールは、こういうね、衣装がね、3倍なんかこうやって、燃えた男って感じだね、うんうん、あの、ファイヤーボール、ダイヤーダイヤーの時だね、サバイボじゃ、でもこう2000年か2022年かさ、やっぱ、うん、結構、あの、あれかな、稲葉さんのさ、うん、結構作品が、これがどこだろう、ビーズのどこだそれ、ロックンってことかな、ロックンローンって書いてるね、ロックンだ、これ結構いいかも、イレブンって私が行ったツアーじゃん、それ、あ、行った西武ドーム、はいはい、うん、お嬢と行ったところだ、ゴールドの時で、懐かしい、あの20年以上前でしょ、だってね、懐かしいじゃん、うん、セブン懐かしいね、セブンセブンとかあったな、でもこの辺がもうさ、あのこれで結構もう揺るぎない、これ結構あのいろいろとさ、レーザーしていく曲がさ、揺るぎない、揺るぎないもの一つ、この辺が、うん、違う、うん、ねえ、ウルトラソウルが入ってんね、もうとうとう2000円、ね、松木子どうなったの、うん、ね、まあね、こういったソウルすごい上だからね、はーいって、はい、でもうちらはホイだからね、ハイ派とヘイ派がいるんだけどね、うちらホイだからね、これ2010年してみなかったっけ、ん、2010年、マジックって言った、言ってない、だってカズちゃん2019年のニューラブじゃなかったっけ、うん、だけど俺、うん、マジックは一応買ったからね、うんうんうん、あのね、紹介したよね、見たね、うん、2011年だと、やっぱこれかな、あのビーズのやっぱライブが結構あるから、うん、2014年ってどこだった、はい、どうだろうね、何の頃だろう、ここは多分みんな、ここでバレエ始まったんだ、うん、ほら、2015年から2018年の、この辺で、う
そう、もうそれ最近でしょ、だって。もう頂点とかね、うん、あ、声明ね。多分その、ライブでやってない曲もあるけど、なかなか。あ、これが結構いったかもしれない。あ、上行ってないけど、この人はいたかも、これ言ってないと思うけどね。はい、うん、言ってないじゃない。でもそれソロのやつじゃない、両方とも。うん、まあ結構ね、いろんな衣装しか持ってないからさ、あの見せることがないんだよ、ここも。あ、これだ、これはすごいかっこいいわ。でも30年の歴史でしょ、それ。うん、あー、すごいね。ワンワン、ビーツ。まあこれはね、見てみるとね、やっぱ30周年でね、いっぱいさ、アイテム売ったから、それをね、また再販とかしてほしいよね。デニムとか欲しいな。サードはなんかさ、あのデニムとかやるって言ったからね。デニムだったら再販しますって言ったから、何が楽しみだったです。ね、あ、でもね、やっぱレーザーこの辺好きだな。2009年、2011年の時にシーズンゼミとかさ、いろいろこれ出たからさ、やっぱ一番好きだわよ。ああ、そうね。うんうんうん。わかる曲がいっぱいね。ここは知らないけどさ、いっぱい。あと、まあ、それもやりたいね。まあ、ラブバンドも結構面白かったと思う。95年だね。5年か、うん。その辺がやっぱいいかな。お徳さんがね、声入れてるから、あれは。そうそう、お徳さんはね、今ね、ライブやってないけどさ、いろいろとあの、ツイッターとかさ、見てるとさ、ね、結構、インスタで見てる、あの、特産が結構泣けてるから。でもね、あの、ヒットパレットのワンがさ、最近その通販の発売に合わせて配信が始まったけどさ、ちょっと闇を感じるよね。ウトクさんとかさ、あずみちゃんとかさ、4曲抜けてるからね、その配信が。あ、きついな。ね、あと誰だったかな。4曲何しろね、18曲中ハブられてんの。なんであれじゃない、なんかあ、リナリンとかだ。リナリンと上原あずみちゃんと徳さんと、もう一つ何のことかな。つまり円満じゃないってことかなみたいな。だからさ、円満じゃないけど、わかりませんけどね、その辺は。だけどまあ、それは関係の問題かな。関係の問題。ね、お徳さんのあれも良かったからさ、そのヒットパレードワンの時ね。ああ、うん、だけど結局ね、コースのさ、結局ね、その PNG の次の、うん、やってないから分かんないけど、ただ、うん、あの B が30周年で35周年でスタートだったじゃないですか、うん、だからこの30年のやつの分を見た時に、うん、思うね、やっぱその、うん、今までビーズの時代がすごいっていうのは、うん、だって結構今やったのレーダーもしばしやってるけど、ビーズの方が独占したもん。そうなのよね。やっと今1999年になって違うわけですよ。まあ、もうほぼビーズが歴史を築いてるのもんよね。だって社長だもん、ほとんど。うん、ね。だって、ビーングをさ、会社高いだよ。ビーズになしでさ、誰がさ、引き継いでいくんだよ。ほんとだよね。だけどまあ、ビーズもね、今ね。まあ、だけどね、ビーズといえば、うちらはさ、もちろんビーズも大事だけど、うちらが期待してるのはね、その意志を継ぐね、F っていうね、うん、女の子2人がね、藤井里香ちゃんとね、江崎式ちゃん、ちょっと応援したいですね。江崎式ちゃんは今回、あのスタートのさ、そうバンドのメンバーじゃないけど、もう一昨年から参加してるからね、あの配信から、クリスマスの配信から。ベースだけじゃなくて、ギターか、ギターでね。だから、タックのだってポジションだから、うん、皆さんこれ知らないかもしれないけどね、どう考えても、あのパン工場では、ウルトラソウルとか、ビーズのカバーしかしてないんだから、明らかにこれはもうビーズポジションですよ。次もなんか近いうちに、うん、青いガーネット、そうそう、もう一人新しいね、新しい5人組のガールズバンドとね、3組で F が率いてね、そのパン工場でねやるからね、3組が行ける方はね、ぜひ行っていただいて、でぜひともその流れでね、東京でもね、小さい箱でいいから来てほしいですね。ということで、そろそろ10分になりますので ね、 そうね、ぜひともカズチャンネルの登録ね、お願いしたいんですけどね。そうやって366を超えました。でなんと368まで戻ってきたのでね、そうあと2名でね、あの限界突破なんで、そうお願いしますね。